青虫マユバチグロメラータは、モンシロチョウなどに寄生する、コマユバチ科の内部寄生性の多寄生バチである。この寄生バチは、モンシロチョウの幼虫の体内に、約80個の卵を産卵する。産卵後、約14日で、青虫マユバチの幼虫は、機種の体を食い破り、眉を作って養化する。養化後、約7日で成虫が羽化する。性決定は、 他の多くの鉢と同じく半数倍数性であり、受精卵からはメスが未受精卵、N からはオスが生まれる。キャベツなどの油中植物はモンシロチョウの幼虫に加害されると特徴的な揮発性の化学物質を放出する。この物質はカイロモンと言われ、アオムシコマイバチのメスはこのカイロモンを頼りに飛来する。その後、触覚でハオドラミングすることで、 モンシロチョウの幼虫の居場所を突き止める。寄生制御物質メスチが散乱するときに、寄種制御物質として、ベノム、パリドナバイラス、卵巣タンパク質を卵とともに寄種に注入する。モンシロチョウの幼虫は、免疫系として、フェノールオキシダーゼによる、液性免疫と血球による、細胞性免疫を有しているが、これらは、寄生制御物質により抑制される。このため、 寄生鉢の卵及び孵化した幼虫は異物と認識されることがなく、騎士体内で生育が可能となっている。寄生鉢の幼虫の生活騎士体内に散乱された、あと3日ほどで青虫サムライコマユバチの一、霊幼虫が孵化する。孵化する際に、卵の小膜由来の細胞が寄主体内にばらまかれ、この細胞をテラトサイトと呼ぶ。寄生鉢の幼虫は、 機種の体液を吸収して生育しており、親鉢の注入した物質やテラトサイトがその補助を行っている。ただし、テラトサイトの機能については、寄生鉢の種ごとに様々な機能が報告されており、研究が進んでいる途中である。青虫侍マユ鉢は一度脱皮をし、寄生後約14日で80匹が一斉に奇種表皮を食い破って外部に出てくる。 この時に、最後の脱皮をしながら出てきて、騎手の上で眉を形成する。当主のサナギに対する工事寄生鉢として、青虫小鉢が存在する。バイリブ、ありがとうございます。